こんにちは、赤ちゃんとチップです。チップちゃん、今日はですね、チップちゃんが病院に行ったので、その件についてお話ししたいなと思います。まず病院に行った理由なんですけど、コメント欄で多くありました。前回お部屋紹介の時にチップちゃんの歩き方がおかしいと僕も思ってはいたんですけど、異変にね、走る時も元気に走ってるし、食欲もある今もご飯もりもり食べてるんですけど、とにかく食欲は旺盛で、お水もよく飲むし、おしっこもうんちもちゃんとするんですよ。全然大丈夫だなと思ってたんですけど、コメント欄で病気の可能性あるよ、お腹痛いかもよって聞いて、それは大変だと思ってすぐに病院に行きました。まず行った病院なんですけど、小動物に詳しい専門の方に相談して、まずはいい病院を紹介してもらいました。もう小動物専門で扱ってる病院ですね。そちらの病院でお医者さんの診断、チップちゃんをこう抱っこして触ったり様子を見たりしてくれました。右目が白内障だったっていうのは僕も気づいてたところであるんですけど、左目もうっすら白内障だよっていうことを言われました。お医者さんも年齢的なものがっていうのもあれですけど、実際そういうところがあるので避けるのが難しいことだと言われました。で、他にも気になるところとして、少し震えが出てきてるというところも言われてます。ただ僕がこうやって毎日お世話をしてて感じるのは、震えるのはね、僕の予想、多分目とか鼻とか餌もね、本当に真ん前にしばらく置いとかないとおやつとかも反応しなくなっちゃってるので、多分鼻もあまり良くなくなってきてるんじゃないかなって感じるんですよね。目とか耳に関してはちょっとわかんないですけど、察知するものが弱まってきてるので、それ病院とかに行った時はちょっと怖くて震えてたんじゃないかなと思います。普段こうやって見てても全然震えないので、チップちゃんで僕が抱っこしても最近は震えることがたまにあります。だからもう震えないようにそーっとそーっと抱っこしてあげると震えないんですけど、例えば今チップちゃんご飯食べ終わったからやるとすると、こうやって手を近づけてもね、気づかないんですよ、チップちゃんこの距離感で。ほら、気づかない。あ、今気づきましたね。気づいてペロペロしてから乗ってくると思います、チップちゃんは。こうやってちゃんとチップちゃんが気づいたよっていうのと、あとチップちゃんが乗ってきてから抱っこしてあげるっていうことがいいんじゃないかなって僕は思ってるので、震えに関しては目とか耳とか鼻とかそういうところの機能が少し弱くなっちゃってきたから驚いてるだけだと思うんですよね。だからストレスが溜まりやすくなってると思うんですよ、チップちゃんも小さなことで。なのでそういった部分は僕がね、気をつけてあげたいなと思ってます。気づいたらこう一個一個してあげてもびっくりしないので、そーっとそーっとね、接してあげるのがいいですね。呼吸が上がってないかとか、そういうところをちゃんと見てあげて、優しくゆっくり接してあげるのがいいと思います。抱っこする時もすごくそーっと持ち上げてあげてね、ゆっくりゆっくり、お手をフッフッってやんないでね、ゆっくり持ち上げてあげて、そーっとそーっと、ゆっくりゆっくりが一番ですね。ね、チップちゃん、こういう抱っこしたタイミングで体重測定してあげるのがいいですね。計量器を使ってそーっと乗っけてあげてね。 28.6。 まあご飯も今ほっぺたの中入ってないし標準ですね。はい、チップちゃんの歩き方なんですけど、ちょっとねお尻が上がっちゃうんですよね。ここについて今回お話ししようと思います。ほら、お尻高いですね。お尻が高くなってます。はい、お尻が高くなっちゃってるんですよね。まあ、今回の一番大きなところはそこなんですけど、まあ、あともう一個といえばこの背骨が曲がってましたね。レントゲンも撮っていただいたんですよね。早期発見にもつながるのでね、自体あまりストレスのかからない方法でやってくれたそうなのでお願いしました。2枚撮りましたね、チップちゃんは。でレントゲンの結果背骨が曲がってると言われたんですけど、これもまあもう少しで3年になるので、今回言われたところは全部年齢的なところで現れるものについて言われました。年齢関係なしの病気とかはありませんでした。でチップちゃんの様子も落ち着いてるのと、食欲もあって毛並みも良くて、おしっこんちもしっかりするので、ほらちょっとお尻高いんですよね。お腹を触っても痛い素振りを見せないというところと、お腹が痛いとやっぱり食欲がご飯を食べたりしなかったりとか、寝てることが多かったりとかするそうなので、お腹が痛いことはないというふうに言われました。なので確かに少し気になる行動ではあるんですけど、体は痛くなかったりしてるそうです。だからすごくそこに関しては安心しました。で、視聴者さんから言われてるここがね、ふわふわで歩きにくいっていうところは言われてるんですけど、これさ、ほらご飯こういうのも普通に乗っかるんですよ、ここに。こうやって
これ陶器でできてるから重たいんですけど、安定してるんですけど、ハムスターはもっと体重が軽いので、こう歩くときに歩きにくいってことはなさそうです。チップちゃんを見てるとね、ちゃんと。もともとそういう小動物用の床材で平べったいものなのでね、これが積み重なってるので歩きやすいです。安定はしてます、しっかりと。で、回し車もこれ危険だっていうコメントがとても多かったです。僕は前使ってる回し車もあるので、前回の動画でも伝えたんですけど、様子を見ていい方をチップちゃんに選ぼうと使っていこうと思ってるんですけど、僕が見てる感じ、こっちの方がチップちゃんはダントツ良かったです。走りすぎると、なんか飛ばされるっていう意見があったんですけど、この回し車がそこまでスピード出ないのか、チップちゃんの走り方がゆっくりなのか、わからないですけど、ちょっと動画載せますけど、こんな感じで走ってるので、全然ね、飛ばされないですね、止まっても。で、これ以上スピード出すことはチップちゃんしないですし、前の回し車の方が、上り下りとか、止まった時の反動が大きかったので、それでひっくり返っちゃったりとか、することもあったので、チップちゃんの場合はですけど、こっちの方がいいなと感じました。だから回し車2種類持ってて、様子を見て変えていくのがいいんじゃないかなって思います。あと回し車自体にも多分飛ばされないようになってるとか、スピードの上限が決まってるとかわかんないですけど、製品によっても違いが出てくるんじゃないかなって思うので、これをかなり危険視してる方は多かったんですけど、そこに関してチップちゃんは大丈夫だし、むしろそこに関しては改善されました。だからね、もう本当にゆっくりチップちゃんのペースで走って、怪我もなくいけるんじゃないかなと思ってます。それであともう一点言われたのが、前歯ですね。前歯が2本こうやってあると思うんですけど、まあ、長さは大丈夫、揃ってるから大丈夫って言われて、色、前歯の色、少し白いのと黄色いのがあって、まあそれもほんと少しって言われたんですけど、もし今後気にするのであればっていうぐらいの白さだったんですけど、黄色い歯が正常なんですけど、少し白くなってきてると弱ってしまってる可能性がある。本当に白いと良くないそうなんですけど、白くなってきてるぐらいだったのでね、チップちゃんは。で、なんかコメントでも、ペレットふやかした方がいいんじゃないって言われてたので、それについてもお聞きしたんですけど、現状、今食べれてるのであれば問題ないというふうに言われました。今のチップちゃんの状況でふやかすっていう場合は、ペレットを食べなくなったとか、そういう時に柔らかくしてあげるとか、工夫して水分を取らなくなった時とか、そういうふうな状況で、チップちゃんの今の段階ではやってあげるといいよと言われました。小動物ってすごく小さくて、サインも分かりにくかったりして難しいと思うんですけど、だからこそより信頼のある病院とかで見てもらうのがいいなって今回すごく思いました。やっぱりチップちゃんも年齢なので、少しずつ今までとの違いが出てきてはいるんですけど、それでもやっぱり食欲はあるし、お水も飲むし、おしっこうんちもするし、毛並みも綺麗だし、お腹が腫れてるわけでもなく、レントゲン取った状態、何も悪いところがなく、お腹を触っても泣いたりしなかったので大丈夫だと言われました。まあでもね、年齢にあることはと変わりないので、これからね気をつけないといけないんですけど、まあ前回でお家もバリアフリーにしましたし、かなりこれでチップちゃんがね怪我するリスクは減ったと思います。あとプラスでまたね、いろいろ気をつけられる部分は視聴者さんのコメントの意見とかも聞いて直していきたいなと思ってます。あとはやっぱり疲れやすくなってますね、チップちゃん。で、病院行った時もね、すごく疲れやすくなるので、それね、病院とかいつもと違う環境に連れてってあげた時は 2,3 日もう触らないであげるとか、そっとしといてあげるとか、静かな環境にね、ゆっくり寝かせてあげるとか、してあげるのがいいんじゃないかなって思います。もう病院行ってチップちゃん1週間ぐらい経つんですけど、今もまだね、やっぱりちょっと疲れやすいかなっていう感じるので、まあさっきもね、すごく元気に走ってたから動画回したんですけど、チップちゃんのストレスにならない環境、お世話、接し方、今まで以上に気を使ってあげて、大切に大切にお世話してあげればなって思います。やっぱり小動物専門家の先生に見てもらうのが一番ですし、少しでもおかしいなって思った時に行くと、左目も少し白内障だったとか、背骨曲がってきてるとか、震えが少し出てるとか、歯が少し白くなってるとか、そういうねことも知れるので、ぜひ少しでも異変があった時は連れてってあげるといいんじゃないかなって思います。やっぱり小動物に関しては専門家に見てもらうのが一番ですね。先生によっても結果が全然違ったりすることもあるかもしれないので、そうなってハムちゃんが本当は苦しんでるのに大丈夫って言われてもね、ハムちゃんがかわいそうなので、しっかりとネットとか口コミの情報を読んで選んであげるといいんじゃないかなって思います。
まあ、結果として高齢によるものが出てるんですけど、病気とか痛みとかそういったものがなかったのですごく良かったなって思います。まあ、今後チップちゃんに関してはあんまり僕が触ったりとかしないので、走ってる様子とか寝てる様子を写真撮ったり、そっとカメラでね、でインスタとかに上げると思うので、よければそれチップちゃんをもっと見たいっていう方はね、インスタとかもフォローしていただけると嬉しいです。週に1回はだいたい更新してるかなって感じですね、ストーリーでチップちゃんの様子。まあ、もっともっと撮れるときはね、たくさん撮っていこうと思うので、よければ概要欄にリンクあるので遊びに行ってみてください。心配されたね、視聴者さんもチップちゃんは元気なのでご安心ください。またね、異変があれば僕もすぐに病院に連れて行こうと思うので、心配してくれてる方もたくさんいらっしゃるので、その都度チップちゃんの様子はねお伝えしていきたいなと思います。不安に感じたときは病院に連れてってあげるといいと思います。バイバーイ。